プリンセスロード号、新宿姫路線プリンセスロード号は、新規バスが運行する、夜行高速バスの統一名称である。愛称は、姫路を直訳したもの。この項目では、東京方面系統の姫路、神戸渋谷、新宿線のみ記す。渋谷線の運行開始当初は、新規バスでは、プリンセスロード、東急は、ミルキーウェイの名称を使用していたが、東急撤退に伴い、 プリンセスロードに名称を統一した。新宿線開業時に参入した京王バスは、プリンセスロードの名称を使用していない。東京側の発見業務は、京王バス、都営バス、ハトバスが担当する。2007年の渋谷系統と新宿系統の統合パターンは、やはり東急が撤退後にしばらく、庄内交通が単独運行し、 国際工業と庄内交通の共同運行の大宮系統と統合された夕日号でも見られた。全便座席指定制のため乗車には予約が必要である。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により運行休止している。新宿渋谷、フラワータウンセンターんの宮駅、加古川駅姫路駅新規バスは原則として三菱不桑。 エアロクイーンアイ、KO バスは、イスズガーラ独立三列シート車両を使用する。両者どちらにもフェイスカーテンコンセントを備え付ける。ありがとうございます。